ヨシフ・シクロフスキーとヤーコフ・ゼルドビッチ、ヨシフ・サムイロビッチ・シクロフスキーは、ソビエト連邦の天文学者、天体物理学者である。ウクライナのフルーヒュに生まれた。バイカルアムール鉄道建設の監督として働いた。あと、1933年モスクワ大学の物理数学部に入学した。1938年からシュテルンベルク天文、研究所に入り、 電波天文学部門を率いた。理論天体物理学と電波天文学が専門であるが、太陽コロナ、超新星、宇宙船とその起源を研究した。1946年に太陽からの電波の放射がコロナの電離層から発生していることを示した。銀河からの電波の熱的放射と非熱的放射を区別する方法を方法を開発し、かに星雲からの電波が 高エネルギー粒子が磁場に曲げられたことによるシンクロトン放射であると説明した。シクロフスキーは太陽系から300光年以内で起こった超新星爆発によって生じた宇宙船が地球に降り注いだことによって地球の生物の大絶滅が起こり得たという説を提案した。また、火星の衛星ホボス人工天体説を唱えていた。 一般向けの科学書の著者でもあり、カール・セーガンとの共著インテリジェント・ライフ・イン・ザ・ユニバースなどがある。ありがとうございます。